はい、こんばんは。ついに第4弾目、テンパスフィジットを振り下げるという形でですね、今回、最後のクレームドカカオブラウン、ブラウンついてないですね、クレームドカカオですね、クレームドカカオになるんですけども、今回こちらを使ってカクテルを作っていきたいと思います。で、こちらの、今回作るカクテルはもうちょっとお前何回作るんだっていうぐらい作ってるアレキサンダーになります。まあこれも実際のところあのテンパスフィジットの公式の、方がおすすめしてたのが、アレキサンダーがいいですよということで、まあ、この裏にもまた違うの書いてあったりするんですけど、まあ、グラスホッパー書いてますね。グラスホッパーとセンチュリーというカクテルですね、あるんですけど、まあ、ちょっと今回、そちらテンパスフィジットの方のおすすめのアレキサンダー、ブランデーアレキサンダーを作っていきたいと思います。はい、でまあ、先にちょっとあのテンパスフィジットのカカオ、クレームドカカオブラウン、ブラウンじゃないです、クレームドカカオの、解説の方をちょっと聞いてみていただければと思います。どうぞ。テンパスフュージットクレームドカカオ、原材料カカオ豆、バニラビーンズ、きび砂糖、アルコール、天然水。英語とフランス語で書かれた19世紀のレシピに基づいて作られています。ベストなクオリティを再現するために原料のテロワールを重視、ベネズエラのカカオ、メキシコのバニラを使用しています。生のカカオは蒸留された後、さらにカカオとバニラビーンズに漬け込まれます。この製法によって味に深みを増すとともに自然な茶色に着色されます。クレームという名前は高濃度の砂糖を加えてクリームのように滑らかな舌触りを持つスピリッツに使われます。このクレームドカカオはきび砂糖を使用、非常に香り高くまろやかながらしっかりとした味わいと、粗挽きの香ばしいカカオの香りとほのかなバニラ香が特徴です。2011年12月 F. ポール・パクルト・ザ・スピリッツ・ジャーナル誌にて最高評価の5つ星を獲得しています。はい、ということで、そういう風になっております。まあ、結構こだわって作られてるなという感じがする、リキュールになります。はい、で、今回ちょっとアレキサンダー、まあ、主役をブランデーじゃなくて今回はそのこちらですね、テンパスフィジットのクレームドカカオに、しておりますので、ちょっとレシピ書いております。レシピはこんな感じになってます。はい、それではちょっと作っていきたいと思います。Sees me, sees me.
はい、こちらでアレキサンダーの出来上がります。ありがとうございました。はい、という感じで、今回アレキサンダー作ってみたんですけど、ちょっと飲んでみます。まあまあまあこんな感じかなという感じで、ちょっと今回作り方に関して製氷機の氷、製氷機で作った氷が泡立ちがいいということで、今回使ってみたんですけど、正直うまく使えたのかどうかっていうとこかなという、もっとなんかモコモコに泡が立つんですかね。普段と若干違う気がするんですけど、その氷の中に空気が入っているからなのか、これが普段使っている方のかな、これですね。これが一応板氷から、回しているもので、で今回使ったこの製氷機で製氷皿で作った氷、製氷機ちょっと機械がしないんで製氷皿で作ってるんですけど、こんな感じで、こちらわかります？映りますかね？こっちがそうなんですけど。やっぱり中に空気が入ってる分、空気が溶け出すんですかね、この中からで泡立つ。その溶けやすい分、水溶けやすいからその水分でっていう方もおられるんですけど、どっちがどっちかちょっと僕もまだ検証してないんではっきりとしたことは言えないんですけど、この内包されてる空気なのかなと個人的に思って、水道水でもいいということだったんですけど、今回水道水ではなくて天然水使ってるのと、製氷皿でできたものを一回ちょっと閉めてるつもりはなかったんですけど、結果としてその製氷機で作ったものを冷凍庫ですね、別の冷凍庫の方に入れて、冷凍庫って言っても低温なんですけど、ちょっと1日ぐらいは冷やしたままの状態にしてあるんで、ちょっとこれしまいますね、状態にして あるものを使ってるんですけど、ちょっとまだその辺がうまくつかめてなくて、ここほんと数日間というか、また1、2回ぐらいしか使ってないんですけど、なんか仕上がり感は変わった気がするんですけどね。でちょっとシェイクの方法も変えて、普段よりストロークを短く、砕けやすい、やっぱ柔らかいと思うんで砕けやすさと、あとなんでしょう、溶けやすさがあるんで、ちょっと手短にシェイクしてるつもりではあるんですけど、でもやっぱりこうふんわり感は前より出てるんじゃないかと思うんですけど、それがあって、以前からももう僕先にブレンドしてとか、一番最初にホイップさせておいて材料入れて、さらにもう一回ホイップということじゃないですけど混ぜ合わせるのも機械でしておいて、ミキサーでですねしておいて、ある程度ブレンドさせておいたものを、基本的にはもう冷やす工程だけだったんですけど、で前回このコラボ動画でやったのは丸氷で冷やすだけとこうだったんです。今回はその製氷機の氷を使ってさらにちょっと、もうちょっとふわっとした感じが出せたらなというところで今回やってみたんですけど、ふわふわしてる感じは分かりますかね、この固形感。はい、で今回その材料はもう1対1対1、アレキサンダー通常はブランデー30に対して、カカオブラウンと、生クリームを15-15という感じのレシピなんですけども、それってカカオブラウンがやっぱり結構濃いなんとかっていうのが多かった、甘さがすごく強かったりとか、なんだろう、主張しすぎちゃうから減らしてるところもあったのかなと思うんで、今回は、これがそこまで主張が強くないですね。風味っていうその、なんていうんでしょう、料理でいうと化学調味料、すごい料理で言うと分かりやすいんですけど、要は出汁で作った、出汁をしっかりとってある料理って、こう最初で化学調味料を使ってないものに関して、最初なんか食べて薄味かなって、普段その何でしょう、化学調味料に慣れてる方は薄味かな、なんだろうこれって思うんでしょうけど、結局食べていくとなんかこう味の深みというか、何ていうんでしょう、しっかりこう基礎の部分、土台がしっかりしてるんで、なんか食べていくと、おなんかこう病みつきになるというか、そういうものがあると思うんですけど、それに近いのかなと思うんですよね。やっぱこうパンチのある味をポンポンポンと調味料的なもので入れていけば、それ確かにその
酎ハイとかがそういうところに近いんですかね。なんかこうなんか飲んだ感じはおなんか美味しいなっていう感じのこう一発目のこうカンとくる感じですかね。そういうのが調味料的なものが化学調味料的なものがすごく分かりやすく出てて、これに関してはそういうものではなくてやっぱり京都の京都料理って言ったらいいんですかね、ああいうものに近いこう出汁を しっかり取ってる感じの味わいなので、しっかりまあこれは量入れてもいいかなというのと、まあ、今回主役にしたかったので20ブランデー、そうですね、ブランデーに関してはまあ特にそのこだわりはまあヘネシー結構香りがいいんで、まあ、ヘネシーで十分いい香りが出てくれるんで、まあ、香りが欲しいかなというですね、うん、でそれから生クリームも20、生クリーム20ぐらいの方がやっぱりこうふわっとした感じのデザート感出るんでいいかなという感じで、最後のオレンジかけたのはやっぱりこう主役が天発フィットなんでチョコレート引き立てるのはやっぱりオレンジかなと勝手なイメージなんですけど、うん、すごいいい香りするんですよね、オレンジ98円です、スーパーで98円税別、なかなか高いんですよね。で、やっぱ農薬しっかりついてるんで、とりあえず重曹でガリガリ洗ったっていう感じなんですけど、はい、こんな感じの今日は、アレキサンド、まあ本当に何だろう、さっきの例えが本当に一番分かり手っ取り早い例えなのかもしれないですけど、化学調味料で作った料理と出汁をしっかり取った料理、そんな感じの差があるんじゃないかなと思います。だからまあ初めてアレキサンダー飲む方とかっていうのは、うん、分からないんじゃないかなと、そこまで、うん、すごい味に詳しい方とかいろんなもの食べられてるとか、お酒だけじゃなくてですね、食べられた方はなんかおおっていう深いところにあるねっていうところのものに気づけるんじゃないかと思うんですけど、うん、すごくなんか言えばすごい主張はしないんですけど、すごく嫌味じゃない味がします。やっぱこれカクテルの人は本当に生きてくるなという、ただまあ通常のレシピにからすると若干ちょっといじっていかないとその良さがちょっと引き出せにくいかなという感じはしますね。はい、こんな感じでちょっと今回これで、1段2段3、4段目ですか、4段目が終了ということになるんですけど、まあ以前そのミントの件でお話した、あと残り2本あるんですけど、それどうするかというところで悩んでおります。もうなんか、うん、そんなにテンパスフュージットのこの僕が作る動画気になれないっていう方の方が多いんじゃないかと思うんで、まあまあちょっとあとリクエストいただいてる件も何件かあったり、まあ、コラボのお誘いがあってコラボの動画も作らないといけなかったりっていうのがあるんで、ちょっと一旦置いとこうかなと思っているんですけど、はい、そんな感じでちょっと今回こんな感じでやってみました。まあいかがだったでしょうか。まあ今回ちょっとすごくまだ半信半疑というか、自分の中でこう確立してない作り方で作ったんで、まあちょっと、うん、足りないところたくさんあるかなと思うんですけど、まあもしちょっとなんかお詳しい方おられたりしたら、ちょっとその辺教えていただければと思います。そんな感じで今回は、こう第4弾最終章というか最終の、カカオ、クレームドカカオでした。ご視聴ありがとうございました。うん。